ガブリエラ・ベアトリス・サバティーニは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元女子、プロテニス選手。1990年の全米オープン女子シングルス、優勝者である。ボールに回転を多くかけた、重いトップスピンのグラウンドストロークを得意にした、選手だった。シングルス自己最高ランキングは3位。WTA ツアーで、シングルス27勝、ダブルス13勝を挙げた。 美貌と親しみやすい人柄で幅広い人気を持ちガビーの愛称で呼ばれていたサバティーニ星はイタリア南部に起源を持つ1985年1月に14歳でプロ入りその3ヶ月後いきなりヒルトンヘッド大会でクリスエバートとの決勝戦に勝ち進み全仏オープンでエバートとの準決勝に進出した同年10月に日本の ジャパンオープンでプロ初優勝を果たす。それから4大大会でベスト4の常連になったが、勝負所で精神的な弱さが出て決勝進出を逃すことが多かった。1988年の全米オープンで初の4大大会決勝進出を果たすが、ライバルのシテフィグラフに競り負け、グラフの年間グランドスラム達成を目撃することになった。続く、 ソウル五輪決勝でもグラフに敗れ、銀メダルに終わる。金メダルを獲得したグラフの異業は、ゴールデンスラムと名付けられた。2年後の1990年に、サバティーニは、全米オープン決勝でグラフを6から2、7から6のストレートで破り、祝願の4大大,大会初優勝を達成した。当時のコーチ、カルロス・キルメアーの手ほどきにより、 積極的なネットプレーが功を奏した勝利だった。それから、ライバルのグラフにも連勝したが、翌1991年のウィンブルドン選手権で3度目の4大大会決勝戦に進出したとき、そのグラフに4から6、6から3、6から8の大激戦で競り負けた。これが、結果的に、サバティーニの最後の4大大会決勝戦となり、以後は再びベスト四止まりに逆戻りした。 グラフトはシングルスで11勝29敗の対戦成績を残し、彼女に10勝以上を挙げた唯一の選手として記録に残っている。また、グラフトサバティーニはダブルスでパートナーも組み、1988年ウィンブルドンの女子ダブルス部門で優勝を飾った。サバティーニはまた、1991年のバージニアスリムズ・オブ・ロサンゼルス大会の準決勝を、 きっかけに同じ年にあたる日本の伊達きみこ選手と対戦する機会も多くなった。1994年11月、伊達が日本人女子選手として初めて WTA ツアー選手権に出場資格を得たとき、準決勝で彼女の前に立ちはだかったのはサバティーニだった。1995年3月のリプトン国際選手権準決勝では伊達が1から6。 7から6、7から6の逆転勝利を収めている。日本の試合では、プロ初優勝となった1985年のジャパンオープンの他に、トーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでも1987年、1991年、1992年の3度、優勝を飾っている。サバティーニのキャリアに、陰りが見え始めたのは、1993年の、 全仏オープン準々決勝敗退の頃からである。この時サバティーニは若い頃から苦手意識の強かったメアリー・ジョー・フェルナンデスに6から1、5から1とリードしていたが、ここからフェルナンデスに追いつかれ、その結果6から1、6から7、8から10で大逆転負けを喫してしまう。サービスの改善がサバティーニの長年の課題であったが、なかなかうまくいかず、挙句の果てに、 慢性の腹筋痛を抱えることになった。1996年10月に26歳で現役引退を決断する。11月第3週にアメリカ・ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで WTA ツアー選手権が開催された時、サバティーニと伊達キミコの2人のために引退式典が開かれた。現役選手時代にはファッションモデルとしても活躍し、 自分のブランドの香水も発表している。2006年7月15日、サバティーニはアルゼンチンのテニス選手としてギレルモビラス以来二人目の国際テニス殿堂入りを果たした。ありがとうございます。